私の名前は美奈子、34歳の専業主婦だ。同い年の夫の蒼太と、小学2年生の娘の秋と3人で暮らしている。数年前に義父が病気で亡くなってから、一人きりで暮らす義母を心配した夫の提案で、3年前に義実家の近所に引っ越してきた。この時は、私の実家も近いこともあり、お互いの実家の行き来が便利だな、ぐらいにしか思っていなかった。そんな私には悩みの種が2つある。一つは、度重なる夫の浮気だ。夫は言い寄られると断れない性分であり、また夫自身が目移りの激しいところがある。付き合っていた頃からそういうことはあったのだが、プロポーズの時に、これからは私だけを見るからと固く誓ってくれた。そんな夫を選んだ私の落ち度なのかもしれないが、その時は夫を信じていたのだ。それでも夫は結婚後も何も変わらなかった。メッセージのやり取りなど直接的ではないものが大半だったのだが、過去に一度本当に離婚の危機を迎えるほどの修羅場も体験した。その時は夫は深く反省しており、私自身にまだ気持ちがあったことと、当時まだ小さかった娘の成長を考えて離婚を踏みとどまり、再構築を選んだ。だが未だに、スマホを片時も手放さない夫の姿を見るたびに、今でも誰かと連絡を取っているのかもと疑心暗鬼になってしまう。二つ目は、近所に住む義母の存在だ。引っ越してきてからというもの、暇さえあれば連絡もなく、我が家を訪ね、何かと私にネチネチと嫌味を言って帰っていく。きっと寂しいのだろうと最初は多めに見ていたが、月日が経つにつれてエスカレート。まさかこんなに非常識な人だとはと気がついた時には、いろいろと手遅れだった。下準備をしていた食材をダメにされたり、まとめておいたゴミ袋の中身にまでケチをつけられたりと、やりたい放題だ。文句を訴えても夫はヘラヘラ笑うばかりで話にならない。しかも夫との喧嘩に義母は毎回口を出してくる。どうやら夫が喧嘩のたびに義母に告げ口して味方につけているようだった。過去に夫の浮気による修羅場で揉めた時など、そりゃああんたみたいないつも怒ってるお嫁さんのところになんか帰りたくもなくなるでしょうよ。と、夫の肩を持つ姿には、開いた口が塞がらなかった。私を攻撃するときは必ず、せめて男の子が産めればね。と、今の時代にそぐわない発言をする義母。いや、それ今関係ないですよね。そのたびに私は心の中で、こう突っ込みを入れる。そもそも義実家は一般家庭で、後継ぎが必要なほどいいお家柄というわけでもないのだ。浮気者でマザコン気質のある夫、息子ラブで嫁いびり大好きな義母。そんな二人に関する悩みを抱える毎日の中で、娘の笑顔だけが私の希望だ。これまで何度となく離婚について考えたが、私は現在、専業主婦で働いていないから経済力に不安がある。これからどんどん成長していく娘を考えると不自由はさせたくない。何より夫を慕っている娘から父親を取り上げたくなかったので、どうしても離婚には踏み切れなかった。今日も授業で描いたのだという私の似顔絵を見せてくれて、絵の中で私は娘と手をつないで笑っていた。いつの間にか絵も随分上手に描けるようになったんだな。娘の成長を感じて私は微笑んだ。この子がいるからまだ頑張れる。ありがとう、と頭を撫でると娘は嬉しそうにはにかんだ。そんなある日、いつものように夫と娘をそれぞれ仕事と学校へ送り出して家事をしていると義母から電話が。用があるから今すぐ義実家に来いと言った内容だ。
いつものようにお母さんがいらっしゃればいいんじゃないですか。この頃には義母の無理難題には多少の耐性がついていたので、一言二言くらいなら義母に言い返せるようになっていた。まあ、年寄りの私を呼びつけるだなんて、なんて冷たい嫁だろう。予想はついていたが、義母は大げさに声を上げた。私はため息をつく。窓から外を伺うと、外はどんよりと暗く、今にも雨が降りそうだ。はいはい、ではあと少ししたらそちらへ向かいますから。適当にそう言って、私は電話を切った。用が何なのかはわからないが、どうせいつものように電球が切れただとか、風呂掃除を代わりにしろだとか、そういった雑用だろうと容易に想像ができる。私は洗濯物を畳む手を早めると、動きやすい格好に着替えて義母のもとへ向かった。義実家に到着すると、遅いじゃないか、と義母に出迎えられた。だが、心なしかなんだか機嫌が良さそうだ。あれ？お母さん？お客様がいらっしゃるんじゃないですか？私は玄関に揃えられた革靴とパンプスを見て首をかしげる。ああ、あんたに会わせたい人がいてね。私はますます困惑したが、義母について居間に入ると、そこには仕事へ行ったはずの夫と見知らぬ女性が。しかも女性のお腹は大きく膨らんでいる。まあ、座んなさいよ。義母に促されて着席した。仕事に行ったんじゃなかったの？とりあえず女性に触れずに問いかけると、夫は罰が悪そうな顔をして頬をかいた。有給を使ったんだ。今日は美奈子に話さなきゃならないことがあって、母さんに協力してもらったんだ。そちらの女性のことかしら。私がちらりと目をやると、女性は平然とした顔でみかんの皮を剥き、それをもぐもぐと食べている。反対に夫は青ざめて震え、ガバッと土下座した。彼女を妊娠させてしまったんだ。もう3ヶ月後には生まれる予定で、彼女は産みたいって言ってる。だから、離婚してほしい。女性のお腹を見た時には、もうおおよそ察しがついていた。ずっと言い出せなかったんだ。その間にどんどんお腹が大きくなっていって。そう言って情けなく土下座して離婚を要求する夫の姿に、私は大きなため息をついた。その土下座は何のため？自分の要求を通すための土下座であり、決して謝罪ではない。それがわかるからこそ、私は込み上げる悲しみを抑えることができなかった。秋のことは考えなかったの？浮気している間、どんなことを考えて秋と接していたの？これは以前に浮気で修羅場になった時にも夫に言った言葉だ。それは、次に魔が差しそうになったら私のことじゃなくて秋のことを考えてって言ったわよね。夫は娘を溺愛していた。だからこそ浮気は私だけでなく愛する娘を傷つけるのだと泣いて訴えたのに、どうやら何の抑止力にもならなかったらしい。魔が差したんじゃなくて本気ですよ。私と夫の間におっとりとした声が割って入る。浮気相手の女性が穏やかな笑みでこちらを見ていた。ソータさん、奥さんや娘さんより私が一番だっていつも言ってました。だからこそ、その愛の証に、お母さんが望んだ男の子だって妊娠できたんですよ。そう言ってにこりと笑う。そして、そうだよね、と言いながらお腹をさすった。あまりのふてぶてしさに、私は怒りを通り越して呆れてしまう。この状況でよくもそんなことを言えたものだ。ここで黙っていた義母が口を開いた。まあ、あんたと違って、まゆみさんは若くておっとりして、気持ちの優しい娘だからね。あたしもあんたたちの離婚には大賛成さ。浮気相手はまゆみというらしい。気持ちの優しい娘さんは、
既婚男性の子を妊娠したりしないと思います。私がぼそりとそう言うと、それが気に障ったようで、義母が私をきっと睨む。うるさいね。とにかくもうあんたは用済みだから、女しか産めない嫁は離婚してさっさと出て行きな。しっしと追い払うような手の動きをしながら私を怒鳴る義母。夫は私とは決して目を合わせず、真由美は勝ち誇った笑みを浮かべてお腹を撫でている。離婚はわかりました。秋は私が育てますから。私は追い立てられるようにして義実家から飛び出した。外は予想していた通り雨が降り始めている。行きは傘を持って出たのだが、その傘は義実家の玄関に置きっぱなしだった。お気に入りだったのにな。だがそんなことはもうどうでもいいことだ。私は乾いた笑いを浮かべ、とぼとぼと雨の中を歩いて帰路に着いた。離婚は淡々と進み、気がつけば3ヶ月が過ぎていた。元夫は娘と離れることを渋ったが、自分のしたことの大きさは一応理解しているようで、最後には私の要求を飲んで、希望の慰謝料と養育費を払うと承諾。慰謝料は住んでいたマンションを売ったりして用意したようだ。精神的にも肉体的にも疲れ切っていたが、私の父が紹介してくれた弁護士さんのおかげで、思ったより時間がかからずに済んだ。何より心配だったのは娘の心だが、娘は離婚後もずっと笑顔で私に接している。私を気遣って無理をしているのだろう。今はひとまず私の実家に身を寄せて、小学校も変わらず通っているが、これから決まる住居や私の仕事によっては転校も考えなければならない。娘はそれも承知なようだが、内心は違うだろう。親の勝手で子供が苦しむ姿ほど悲しいものはない。私はなるべく娘に寂しい思いをさせないよう、娘の学区内での新しい住まいと仕事を探しながら日々を過ごしていた。元夫から電話があったのはそんな時だ。養育費のこともあり、連絡先は残してあった。要件次第では黙って電話を切ろうと思い、私は電話に出る。電話に出るなり、開口一番。生まれた子の目の色が。と慌てふためいている元夫。私はいきなりのことに面食らったが、養育費とか必要なこと以外、連絡してこないって約束したわよね。努めて冷静に切り返した。そんな場合じゃないんだ。俺、騙されてたんだよ。無視して通話を切ってもよかったが、話の内容が気になった私は、ひとまず話を聞いてみることに。生まれた子の目が青いんだ。しかも金髪で。要約すると、先日、真由美さんが無事出産したらしいのだが、どう見ても生まれてきた子の血筋が日本のそれではなかったのだとか。ちなみに、男の子だったというのは本当のようだ。私との離婚直後に真由美さんと入籍したと話は聞いていたので、私は思わず笑いそうになるのを必死にこらえた。真由美のやつ、俺の他に複数の男と付き合ってたって言うんだ。その中に外国人もいたみたいで、本当信じられないよな。元夫はさも自分が被害者のように怒りをあらわにしている。続けて、こんなの企んだ、訴えるって言ったら、一番お金持ってそうだったから選んでやったのにって言われて、ひどすぎるだろう。と感情を吐き出していった。元夫や元義母はもちろん、出産した当の本人もまさかこんなことになるとは考えてもみなかったのだろう。何にしても身から出たサビなので、ざまあ見ろ、という感情しかない。いやいや、あなたが言うの？私の言葉に、え？と驚く元夫に、私は苦笑する。この男は、私が慰めてくれるとでも思っていたのだろうか。浮気する者同士、お似合いだと思うけどね。
目が青くてもいいじゃないの。あなたの大事なお母様が望んだ男の子には間違いないんだから。私の言葉に元夫は明らかに動揺していた。でもさ、俺真由美と別れるつもりだから、俺とよりを戻してほしいと思ってて。しどろもどろに再婚を要求する元夫に私は頭を抱え、母さんもそうした方がいいって。元夫の余計な付け足しに私の怒りが爆発した。どうぞ大事なお母様と似た者同士のお嫁さん、それから金髪で青い目の可愛い赤ちゃんと仲良く暮らしてください。あと、忘れてるみたいだけど、無事出産したんなら、これから真由美さんにも浮気の慰謝料を請求するから、覚悟するように言っておいてよね。私は吐き捨てるようにそう言うと電話を切り、すかさずスマホの電源をオフ。私はもともとお腹の子供に配慮して、真由美さんが出産するのを待って慰謝料を請求するつもりだった。この電話で出産したことを知れたので、ちょうどよかったと思う。だが同時に、元夫の復縁という言葉に私は危機感が募る。今まで私は娘の転校を防ぐためにこの地域の周辺で住居や仕事を探していたが、元夫たちの手の届かない土地へ引っ越した方がいいのかもしれないと。その晩、私は母と娘で夕食を囲んでいた。父は仕事でまだ帰宅していない。おじいちゃんが帰ってきたら一緒にアニメを見たいと娘がはしゃいでいる。母も笑顔の娘に、おばあちゃんも一緒に見ようかしら、と楽しげだ。そんな団らんのひとときをピタリと止めたのは、突然鳴ったインターホン。こんな時間に誰だろうと画面を覗くと、なんと元夫と元義母の姿が。あき、おばあちゃんとちょっと待っててね。私は娘を母に任せると、チェーンをかけたまま玄関を開いた。その時、勢いよく扉が開かれて、ガチャッと鋭い音が響く。チェーンをしたままでよかった。心の底からそう思っていると、舌打ちが聞こえて、顔を覗かせたのは元義母だ。後ろの方で元夫がシュンとした顔で佇んでいる。そうちゃんがもう一度あんたを嫁にもらってやろうっていうのに、断ったそうだね。そうちゃんというのは元夫のことだ。元義母は元夫のことを子供の時からそう呼んでいるらしい。子持ちのあんたなんか再婚のあてもないだろうって、そうちゃんの優しさがわからないのかい？大きなお世話ですよ。青い目で金髪の念願の男の子のお孫さんを産んでくれたお嫁さんがいるじゃないですか。そちらとよろしくやってください。私の言葉に義母が顔を赤くした。あんな女だってわかってれば、あんたで我慢してやったのよ。義母を押しのけるようにして、今度は元夫が玄関の隙間から手を伸ばしてくる。美奈子、本当に悪かったと思ってる。俺も騙されてたんだ。今度こそ三人で幸せな家庭を作ろう。玄関先でドアをガチャガチャさせながら泣きながら訴えている元夫に感情的にわめく元義母。この異様な状況にどうしたものかと悩んでいると二人を黙らせたのは意外な人物だった。パパたち、いつもママをいじめるから大嫌い。振り向くと娘が目に涙をためて立っていた。その後ろから母が慌ててやってきて、娘が扉に近づかないように押さえる。母の手にはスマホが握られていた。お父さんと弁護士さんが今こっちに向かってくれているから。父と離婚時にお世話になった弁護士さんに連絡をしてくれていたようだ。その隙をついて、アキは私のところへ来てしまったのだろう。母の言葉に私は少し安心した。正直、今にもチェーンもろとも壊して入ってきそうな二人の剣幕に内心恐怖を感じていたからだ。あきちゃん、向こうでおばあちゃんと待ってようね。母の言葉に娘はいやいやと首を振り。あきがママを守るの。
パパたちなんか大嫌い。そう言ってワンワンと泣いている。私はその光景に思わず涙があふれ、娘を抱きしめていた。元義母と元夫はその様子を呆然と眺めていた。先ほどまでの勢いはどこかに消え失せ、顔から生気がなくなっていた。娘の言葉が効いたのだと思う。そうしている間に父と弁護士さんが到着し、おまけにパトカーまでやってきた。どうやらご近所さんが通報してくれていたらしい。蒼太君、娘が君と再び一緒になることは決してない。自分のしたことを後悔するのなら、君がすべきことはこんなことじゃない。わかるね。父に続き、私は元夫と義母の前に立つ。秋をこれ以上傷つけないでください。私があなたたちの要求に応えることは絶対にありません。二度と関わりたくないんです。私と父の言葉に元夫と義母は顔をゆがめてうなずき、おとなしくパトカーに乗っていった。弁護士さんは、二度とこういうことのないよう、より厳しく対処します、と頼もしい言葉をかけてくれる。浮気相手だった真由美さんへの慰謝料の件も含めて、これからまたたくさんお世話になるであろう弁護士さんに、私は深々と頭を下げた。その後聞いた話だが、元夫は結局、真由美さんと離婚し、彼女を訴えた。真由美さんは赤ん坊の父親の外国人男性を頼ったようだが、赤ん坊は引き受けてもらえたものの、なんと家庭がある人だったようで、奥様に追い返されたらしい。私、元夫、そして赤ん坊の父親の奥様にも慰謝料を請求されることになり、真由美さんのこれからの人生は悲惨だろう。赤ん坊の幸せを願ってやまない。元夫と元義母は、ご近所の噂の的になりながら、惨めに二人で暮らしているようだ。元夫は養育費と残りの慰謝料を支払うために、残業を増やして馬車馬のように働きながら、しっかり振り込んでくれている。私たちはというと、元夫たちとは縁のない土地へ引っ越した。私は独身時代のつてで復職が決まり、娘も新しい学校で友達ができて楽しそうだ。娘の成長を楽しみに強く生きていこうと思う。